皆さんこんにちは、キスケです。今回ですね、ドラゴンクエストライバルズ実況を始めていくんですけども、最近の動画になるんですけど、テリーのレジェンドカードを紹介させていただいた動画、皆さん覚えてますかね。少年テリーを紹介させていただいたんですよ。はい。まあそこでちょっと怪しい、一つ事件というか事件みたいなのがあったので、ちょっとこう紹介していこうかなと思います。はい。これがですね、僕が以前紹介させていただいた少年テリーなんですよね。うん。でこの表記は、V ジャンプで掲載されていたんですよね、本誌で。うん。で1コスト21ですよね。で、味方リーダースキルをモンスターマスターに変えると。でモンスターマスターから出てきたユニットがこいつなんですよ、アントン。3コスト24の絶好調貫通、このユニットが絶好調状態なら攻撃力プラス4プラス2を得るということですよね。これでも十分強いですよね。1コストで出せるし、これが出れば、3コスト44の貫通持ちがいるみたいな、それでも十分強いとは思うんですけど、なんかねこういう画像があったんですよね。ちょっと見ていただきましょうか、こちら。はい。まあこれは、テリーが少年テリーを使用しているところなんですけども、ちょっとこのね少年テリーのヘルスをねちょっと見ていただきたいんですよね、これ。うんこれダメージ受けてますよね、ダメージ。でこれが V ジャンプに掲載されてた少年テリー、1コスト21なんでダメージ受けないんですよ、ほんまね。ダメージ受けずに破壊されるのが普通なんですけど、なんかダメージ受けてますよねこれどういうことかなっていう。多分強化されましたね、サイレント強化1コスト22になっちゃったんじゃないかなっていう噂があります。はい。でお次ね、お次が、これですよ、アントンね。はい。でこれも、公式の方からちょっと画像が出てて、これですよね。はい。ちょっとね1個多いんですよ、こっちにずらしましょうか。前回紹介させていただいたアントンは絶好調と貫通で攻撃力プラス2だったんですけど、絶好調貫通2王立ちついてるんですよね。うん。これもサイレント強化ですよ。うん。マジかとなりましたね。いや正直強くないですかこれめちゃめちゃ強くない、これ。そうか。うん。結構衝撃でしたね。前回僕が紹介させていただいたこの表記が間違ってるっていうことではなくて、 V ジャンプにこう掲載されてたんですよね。それが強化されたと。はい。でこのアントンに対しては公式ツイッターが、あの V ジャンプで表記があったんですが、強化しましたと書いてあったんですよ、公式がね。うん。強化されちゃったんやと思ってて、でただこのテリーに関しては何も書かれてないんですよね。うん。何も書かれてない、アントンじゃなくてこっちね。はい。これ確実にダメージ受けてる確実にダメージ受けてますよね、これ。だからどうなんのかなと思って、うんちょっとね分かんないですよねアントンに至っては確実に二王立ちが付与されてさらに強くなっちゃいました。でこの少年テリー1コスト21度紹介されてたんですけども、V ジャンプで表記されてたんですけども、何やらちょっと不穏な空気が流れていると。1コスト22になってる可能性があるんですよね。これはちょっとねどうなんだろうなっていう気がしますよね。うん。テリー不遇ですけど、さすがにやりすぎちゃうかっていう気持ちもある。うん。
で、この1コスト22になったことによって何が起こるかっていうと、アグロにも入ってきそうなんですよね。うん、まあ、少年テリーって基本的にだから、ね、ミッドレンジタイプとかそういう系のデッキに入りそうやなとは思ってたんですよ。まあ、それか少年テリーを主軸として、まあ、テンションをガンガン上げていくみたいな新しいテリーが生まれるかなとは思ってたんですけど、1コスト22ってモーモンやんみたいな効果持ちのモーモンやんみたいななっててこれ普通にアグロに入りそうですよね。しかも44の仁王立ち出てきたり、32の3点飛ばしのユニット出てきたり、23の速攻持ちワンドロー付きのユニットが出てきたりとアグロに入りそうなんですよね。うん、でそれなるとどうなるかっていうと、アグロは基本的に英雄カードってソロは選ばないと思うんですよ。うん、何を選ぶかって言ったらロトですよね。ってことはこの少年テリーアグロが流行ってしまうと、少年テリーに引いたもん勝ちみたいななると思うんですよね。ロトから少年テリーはサーチできないんでね。うん、これがねちょっとやばいんじゃないかなっていう。ミラー対決はもう主人公になったもん勝ちみたいなねそんな気がするんですよね。でこのまあでもこれ定かではないんですよね。普通に味方ユニットを強化するようなカードがテリーに実装されてるなら、まあ、分かるんですけど、これ確実にダメージ受けてますからね。ワンチャン1コスト22になってる可能性が非常に高いんじゃないかなっていう気がします。はい、それぐらいかな。いやこれはちょっと衝撃やったな衝撃でしたね。アントンもそうですし、これね、再現度はすごい高いとは思うんですけど、いや仁王立ちもついちゃったかっていう。仁王立ちがついたことによって相手は放置できなくなるわけですよね。テンションスキルで出てくるから絶対前列に配置されるし、しかもこいつが攻撃しても仁王立ちは解除されないですよ。うん、絶好調で攻撃力プラス2を得るっていう能力がついてるし、貫通仁王立ちはもう素の状態で持ってるということなんですよね。これはなかなかうっとしいカードが実装されたんじゃないかなっていう気がしますね。これはちょっと大変やぞという感じですね。まあ、皆さんこれ知ってましたかね。うん、まあ、少年テリーの紹介した動画は、僕のか、過去の動画を漁っていただけると分かるとは思うんですけど、V ジャンプに表記されたものをそのまま持ってきたんで間違った情報ではないです。はい、間違った情報ではなくて運営さんが勝手に強化しちゃったみたいなテリー不遇やからいいよねみたいな感じですよ。はい、まあ皆さんは少年テリーを使ってどんなデッキが思い浮かびますかね。普通にね1コスト22の少年テリーがいるならアグロに採用してもなら問題ないと思いますよね。で奇跡テリーとかにも入るし、普通になんか新しいデッキテンションガンガン回して、モンスターいっぱい出しちゃうみたいな、そういうデッキも今後誕生するかもしれないですよね。うん、てかそういうデッキを作って、まあ、紹介していきたいなと思いました。はい、ということで、皆さんはこちらのサイレント強化について、どう思いでしょうかね。ぜひともコメント欄で意見をお聞かせくださいと。いやさすがにそれぐらいしないとダメでしょみたいなコメントもどんどん受け付けてるんでね。はい、よろしくお願いします。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、していただけると非常に嬉しいかなと思います。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それではよき、ドラゴンクエストライフを、バイバイ。
Thank you.